ちょっと待って。とりあえずここが分岐だと思うから、他のエンディングも見てみよう。じゃあ次姉ちゃんで。姉ちゃん、僕この姉ちゃんのこと好き。あら、あなたここで何をしてるの？お姉ちゃん、あのね、あのね、芦田愛菜だよ。今僕の腕を探してるの。そのできれば手伝ってほしい。腕を？監視に取られたんじゃ探しても無駄でしょ。諦めたら？無駄でも少しぐらい何かあるかと思って。そんなのあるわけないでしょ。アホじゃないの？あんたバカ。そんな、でも諦めきれないよ。ママに会いに行くなら腕あった方が。はあ、キモ。いやもう僕はキモって言われても平気。このお姉ちゃん優しいの知ってるから。ママに会いたいなんて私には理解ができない。姉ちゃん、もしかしてママが。私は手伝わない。じゃあね。お姉ちゃんはママのこと嫌いなのかな。どうしよう。でもこれで何かしらのルートに入っちゃうかな。どうした？うん、代わりになるものがあれば。ほう、代わりになるもの。多分全員父親違うんだよね。で4番目は多分身内で、で5、6番目はその喜んでるから、もしかしたら本当に産みたかった相手の子供。まあ普通、2番目は何だろうな。まあ予定外に、ね、本当に事故でできちゃった。まあ1人目、2人目は事故なのかな。うん。私ね、夢を見てたの。お姉ちゃんか、これ。ママに会って、パパに会って、そして幸せになるんだって。私、ママに会ったことあるのよ。だけど、生まれた瞬間、私、ハサミで切り刻まれたの。あ。ああ。一人目二人目はお医者に行かないで降ろしてるから、まあ今問題にもなってるけどね。産んで、それを、まあ息する形になってしまったのかな。何が起きたのかは何もわからなかったわ。痛くて叫んでも、ママは手を止めなかった。苦しい。そして魂になってここに戻ってきて、ママの声を聞いたの。私、いらない子だったの。邪魔な存在だったの。私、嘘でも、ママに愛されたかった。でも愛されなかった。だけど私が体を失って、初めて妹ができた時、純粋に嬉しかった。そして、この子はちゃんとママに愛されますようにって、心の底から思った。その時はまだ、ママのこと信じてたの。くぅ。でも実際は、私と同じでいらない子だった。私この子のお姉ちゃんなのに、何もできなかった。この子はママに会うこともなく、監視に襲われてしまった。いや、優しい子だったのよ。笑顔が可愛くて利口だったの。ママの声が聞こえた時も、この子は、笑顔を絶やさなかった。こんな子をいらないと言って殺すママが、もう今は信用できない。あんなママに合わせるくらいなら、あなたたちを、
あなたたちを殺してあげようって、そう思ったの。かぁ。じゃあ僕らの手足を隠したり、監視が来たり、あれはお姉ちゃんがやったってこと？そうね。間違ってないわ。そうだったん？四番目に頼んで殺そうとしたの。はぁ。だけど、結局私が殺そうとしたことに変わりないわ。四番目の人は僕らを殺せる？監視しか思いつかないよ。正解。あなたたちの手足をちぎったのは、監視とくっついた四番目。なんか、一個目のエンディングで監視が喋ってたけど、あれが四番目だったんか？3番目と種がくっついたみたいに2人もくっついたのよ。そんなことある？そしてそれがあなたをずっと見て、あ、やっぱ見ていた目玉ちゃんよ。やっぱりあいつが目玉さんは4番目だったんだ。でも僕らと姿が違うんだね。4番目の奇形が関連してるのかもしれないけど、私たちと違うのは仕方ないわ。二人は好きな時に好きなように監視と四番目に変身することができるの。それを利用してあなたたちを殺すように命じた。そうだったんか。表向きはね。ん？表向き？じゃあ裏向きは？いえ、これはあなたが気にすることじゃないわね。なんだなんだ。なんでもないわ。だけど結局のところ、あなたたちはどちらかは必ず死ぬわ。え？一番目のエンディングみたいになるっつうこと？あなたたち双子の場合は少し難しいのよ。このままの中、そこら中ひびだらけでしょ？監視がたくさん出入りしてたせいで、私たちのこの空間が限界なの。まあ、下ろして下ろしてを繰り返したせいでは体が限界で二人は埋めないってことだな。二人一緒にここから出れば、ママもあなたたちも全部なくなる。どちらかが生き残り、どちらかが死ぬ。影からあなたたちを見ててわかったわ。あなたたちは二人で一つなのね。だから二人を同時に殺そうって思ったの。お姉ちゃん。お姉ちゃん美人私はあなたたちのためにいたなんて、結局私の独りよがりね。あなたたちの意思なんて考えてなかった。今さら謝ったところで許されるとは思ってないけど、ごめんなさい。うん、いいよ。え、お姉ちゃんが僕に冷たい理由が分かったよ。お姉ちゃんも辛かったんだね。もしも僕がお姉ちゃんの立場だったら、同じことをしてたかもしれない。僕らは大丈夫だよ。自分たちのことは自分たちで何とかする。なんだって僕には、お姉兄ちゃんの脳もあるからね。お姉に3番目のことを言ってるのかしら？お姉ちゃん、話してくれてありがとう。お兄ちゃんのところに行って話してくる。ちょっと何聞いてんのよ。な、あいつらは大丈夫だっつったろ？やっぱり隠し事は楽しくねえしな。そうね、でもまだ。まあ一気に吐き出す必要はねえだろう。もう少し気が落ち着いてからにしておけよ。本当にそういうとこキモいよ。死ね。かわいい。はあ？てかもうとっくに死んどるっつーの。なるほど。で、1個目のエンディングでは、兄ちゃんの方が生まれたかったから、まあ、
弟をはめて自分だけ生まれたってことなのか。どっちが一人だなんてどうやって言えば。ちょっと探索したい。てか待って、僕今めちゃくちゃお腹空いてるからちょっとご飯食べてこよう。はい、ご飯を食べてきました。探索するぞ。チナ、チナ、何を食べたかと言いますと、なんか、なんでしょう。あの、ネギとね、チャーシューをね、あれこれして、米に乗せたやつを食べましたね。なんかね、知ってたこれ。これ、なんかね、このハテナ、何かしら回収できるのかなと思って、探索などして、何しとんの？あれ、おね兄ちゃん、ここで何してんの？その、部屋に戻ろうとしたら、お姉様たちが中にいまして。ほう。ほら、私は体は3番目の方ですけど、中身は種ですから、なんとなく気まずくて、ああ、そういうのあるの。なんか、義理のお兄さん、お姉さんって。そんなことないよ。お姉ちゃんの友達なんだもん。気まずくなるようなことはないと思うよ。そうでしょうか。でもやっぱり緊張します。もう少し後になったら行こうと思います。へえ。そういうのあるんだね。ん、何してんだ？お兄ちゃんこそ何してんの？俺は可愛い可愛い妹の様子見さ。あいつのこと恨まないでやってくれ。うん。あいつはここの誰よりもママに夢見てたんだ。まあね、一回生まれちゃってからっていうのをすごく悲しい。うん。それにしても最初の頃は可愛くてな。俺のことニーニーって呼んでたんだぜ。まあ今でも可愛いけどな。本当に？なんでそんな疑ってんだよ。なんか信じられないな。俺ってそんな信用ないのか。お兄ちゃんショックだぜ。まあ一番目の彼は、この体が小さいこととか、の髪のなんか輪っかが一つしかないっていう状態からして、もしかしたら、流産というか、まだ形が出来上がってないうちに、お医者さんの手を介さずに、下ろしたということなのかな。この子に関してはもう生まれてからまあね、お母さんがっていうね、まだっていうことなのかな。なんか見つけた。けど何を見つけたんだこれ。あ、何？あ、え、何今？うねうね？なんかちょろって縮れて短いあそこの体毛。いらねえ。誰の？まあちょっとわからんから一通り見たのでね、一旦兄ちゃんとこに戻りますか。ねえお兄ちゃん、お話があるんだけど。お、なんだそんなしょぼくれた顔して。2番目のお姉ちゃんから聞いたんだけど、かくかくしかしか、あー一人しか残れないと。そりゃしょぼくれ顔にもなるわな。お前はどうしたい？僕は
これもまた分岐でしょうね。そして僕が行きたいという選択肢はないんだね。一緒に行くか彼が行くかなんだね。そりゃ本望で言えば一緒に行きたいけど、一緒に行ったらママはね。まあ一緒に行くか、とりあえず。僕はママに会いたい。でもそれはお兄ちゃんと一緒にっていう意味だからね。そうか、俺も半分同じだ。え、半分ってどういう意味？俺はいざとなったらお前を優先する。ほんまけ？だってさっきのルートで。だから確実な一生は無理だな。僕が一人で行くってこと？あ、そういうことだ。そんな、約束したのに。何か別の方法があるかもしれない。お兄ちゃんの足だって治ったんでしょ？一緒に方法を探そうよ。お前はびっくりするほどまっすぐで、びっくりするほどバカなんだな。本当に俺の弟か？弟だからお兄ちゃんと一緒に行きたいの。それに今までお兄ちゃんがいなかったら、僕だってここにいないのかもしれない。僕お兄ちゃんが一緒じゃないとダメなんだよ。なあ俺、お前は俺がいなくなっても覚えててくれるか？そんなの答えたくないよ。いなくなるみたいなこと言わないでよ。ああ、仕方ね。わがまま弟だな。わかったよ。一緒に行くぞ。でもこれ実際生まれたらさ、記憶はやっぱりリセットされるわけでしょ？兄ちゃん。ただし、結局二人が行ける方法がなければ、結論は俺が出すからな。それまで一緒にいるだけだ。うん、じゃあ絶対見つけないとね。いや、どうかしらね。本当に一緒に並ぶのかわいい。切ないにょー。ああ、そうだ、これ見てもらえない？ここ姉ちゃんに見てもらいたかったんだけど、やっぱり何が入ってるのか気になるな。お兄ちゃん探してくれないかな？スケベな何かが入ってたりして。そうらしいですけど。スケベってどんなやつ？例えば？ああ、答えてやろうか。例えばだな。おっぱ。ここ以外の場所探そう。まあ彼らが知り得る知識で最大限エロいのはおっぱいでしょうね。ほんの冗談だぜ。そもそもこの中におっぱいやら何やらがあるっていう状況がちょっと どういうことってなりますけどね、物理的に。行ってみよう、こっちに。あれあれ、3番くんは？あ、5番目を連れてきたんだな。答えは決まったってか？二人でママに会う方法を探してんの。なんだってまあ無謀なことをするね。でもそれが二人の答えなら俺は協力するぜ。まああいつは怒るかもな。やっぱり怒られるかな。でもどっちかなんて選べなかったから、こうするしかないと思って。はは、いいね。何もしないで終わるのも嫌だろ。最後まであがきな、かっけえな兄ちゃん。うん、頑張る。もう全兄弟でみんなでここにいようぜって思うけど。あ、お二人さん来たんですね。2番目の方から事情を聞きました。大変ですね。どうにかして二人が一緒にママの元へ行ける、そんな方法がないんですかね。方法があればすぐにでも協力します。なんかこいつちょっと怪しくない？あまりにも、いいやつすぎひん？ねちゃん。あら、やっと来たわね。結論が出たってことかしら？結論は、その、二人でママに会いに行きたいの。はぁ？舐めてんの？舐めてないよ。これから方法を探そうと思ってて。ああ。ほんとアホな弟たちね。
ごめんなさい。二人が一緒に行ける安全な方法は、私が全部調べ尽くしたわ。それでも、残念だけどママの意思に、私たちは逆らうことができない。やっぱ二人生まれてくるのはあかんのかしら。そういう風にできてるの。じゃあ二人一緒には本当に行けないの？そんなに一緒に行きたいなら行けばいいわよ。うん、あれ？いいの？アホに何言ってもダメなことは学んだわ。ちょっとそこの5番目、ちゃんと聞いてんの？ああ、お兄ちゃんのことだよね。そういえばお兄ちゃん、さっきからずっと無反応だけど、もしかしてお姉ちゃんたちが見えてないの？あ、俺の話してんの？あ、見えてないの？お兄ちゃん今、お姉ちゃんの姿見えてる？見えないな。どこにいるんだ？へえ。あら、見えてないの？なぜかしら、なんでだ？なんでだろう、僕は見えるのに片目がないことが何か？まあいいわ。とりあえず危険を伴ってもいいなら、二人で行きなさい。私たちがサポートして、出口まで案内してあげる。5番目にも伝えておいて。うん、お姉ちゃんありがとう。いや、これはどうなるかな。何か水音聞こえてこない？おい、大変だ。雨が降ってきたぞ。雨って何なんだろう？何の状況？雨が？どうして今？わかんねえ。他の場所からも。急に水漏れしてるみたいだ。破水？とりあえず、見ればわかる。こっちに来い。お兄ちゃん、外で雨が降ってるんだって。僕らも確認しに行こう。一つ目のルートの時も雨降ってたからね。急に水音が聞こえてみたから、見てみたら、こんなことになってたんだ。雨は何度か見てるが、こんな水没初めてだぜ。お兄様たちでも初めてなんですか？これは異常事態に違いありませんね。思ってたことより深刻なことになってるのね。誤算だったわ。何が起きたの？おお、ストップ。お前らは雨に触れんじゃねえぞ。この雨は体を溶かす有害な雨だ。え、薬かな？なんか知らの。え、溶ける？受精卵が現れると降るんだ。わ、なんか身体的にそういう現象があるっていうこと。ちょっとムチムチのムチで左遷。私たちは大丈夫だけど、あなたたちは中にいなさい。部屋の中からも漏れてるぞ。あ、この雨降れると痛いな。お兄ちゃんたちが言うにはね、この雨は僕らを溶かしちゃうみたい。酸性雨。ああ、なんだってこんな急に。部屋の中もダメとなると時間の問題ね。私たちが周りの様子を見てくるわ。でも、さっきも言ったけど、私たちは体がないから、結構自由が利くのよ。あとはアホと3番目。お、はい。二人がちゃんとママに会うために協力してちょうだい。3番目くんだけ水没してなくない？やっぱなんかおかしくない？この子。とりあえず他の場所がどうなってんのか、それぞれのタイミングで調べてきて。はは、了解だぜ。任せとけ。了解です。僕たちも何かできることないかな。あなたたちができることは身を守ることね。つまり部屋から出ないように。うん、ちょっとキモい返事しないでくれる？そんなキモかった今僕。ドゥフフドゥフフフフフ。はい。おうおう、誰？